Street Fighter 6. Fighting ground. Tá. これもやっとできるようになった後でも。OK。マジか。いろいろある。一個ずつ味わっていこうか。メトロシティ。いるね。クラケン。お、剣のテーマだ。いいね。大剣。まあ、お、長いね。あれ、これ、あれ、前ダッシュできないの、これ。マジか。あれ、え、これ。ドライブダッシュいけないの。達成12。大パン、あ、大パンあるじゃん。あ、へえ。ちょっとフレーム調べるか。なんか地味な作業していいですか。鏡中パン5分。これは、あ、オフレー。はあ。剣の技は。波動昇竜竜巻、劉備脚。特殊技は粉塵脚。え、走れんので、中大中継中継強剣もある。あ、え、走れる強剣。あ、これあるんだ。Yes, V skill 1 is kick kick 中段、中段は隙が。あ、走り竜巻なんてあんの？すごっ、長っ。は？なるほど。へえ。へえ、繋がるんだ。プライオン、プラゴ。劉備脚、あと劉備脚がファールさせて有利になる。あ、これか。マイナ4、マイナ8。これしゃがみに当たんの。あ、これでプラス 2？ 強いな。これ知らなかったらもうこれだけで勝てるやん。で投げの後前ダッシュ投げ？前ダッシュプラス1ってこと？これ。ああ、全然強くね、プラス1って。前投げの後前ダッシュしてんでしょ、これ。え、待って、受け身してほしい。受け身、受け身。でもここプラスなんでしょ。全然いいっぽいけどな。なんかもう俺これなんかまた調べもしたくなっちゃうな。いやいやいや、プロは違いますよ。プロはここでランクマに行って華麗に勝つ人がプロなんですよ。ここでトレも行くわ。オタクです。格ゲーオタクの私はレコーディング設定をして、これにインパクトが間に合うのかどうかをまずやってく。あ、やって、パクってんな。なるんだ。あ、これ急に、え、強くない？急に来られたらきついな。パリじゃねえ。あー、これは難しいと思うわ、急に来られたら。プラスに取られて。パリの方がいいのか、こういう時。ジャスパリ？あー、ジャスパリか。2回に1回ぐらいジャスパリできそうだもんな。
確かにパリだなこれ、うん、見られてたら。なるほどね、こういうのをどんどん練習していくと。1キャラでも自分の使うキャラを軸にしないとダメだな。パリだ、早く反応できればね、ドライブインパクトでもいいんだろうけど、これ見るのは難しいと思います。だからこういうなんか連携が猛威を振りそう序盤。なるほど、大体分かったわ。もう分かっちゃったこのキャラのこと。コンボはこれ何フレ有利？プラス7、8か。これ繋がんない。これは？プラス7、10、7か。7。こういう感じになるのかな？なるほどね、なるほどね。中足ラッシュ。繋がないのか。こういう感じか。こっから何やんだろうな。あ、粉塵竜巻もあんのか。あ、これできるんだ。当たってんじゃんからの。あ、で昇竜拳とか。あれだ、粉塵ってなんで出ないの。あ、違う、俺 V スキル押してる。粉塵劉備大将、粉塵劉備。おおマジ、入れ替えも万全。じゃあこれ中足とかからこうやってこうやってこれをやるか。こっから何も入んねんね。ドライブラッシュしゃがみ第一般、粉塵停止。マジ入るなこれ。こういうことか。大パンラッシュ大パン地球停止アッパーか。オッケー、おお繋がってる。こ、やっぱじゃあこっからさらに伸ばせ。いやーなるほど、これ面白いな。走ってって中大走り、あ、すごい運ぶじゃん。でもこれ大球はただ大球やるだけなの。これこっからなんかいけたりしないんだ。発生早で中大昇竜拳、あ、またまたやっちゃった。なるほど、こっから CA に行けると。全然減ってないな。おお、なるほど、追撃でダメージを伸ばせる劉備。お、終わり？終わり？終わりか。これだな、剣はなんかこっからパニカンじゃなくて通常で発動機は。ああ、繋がるんだ。これ絶対やりたいね。じゃあ、剣は中足から。中足。ああ、で、中大走りか。大剣の後は、ドライブラッシュ、強パン。なるほど。難しいな、このゲーム。こういう感じ？で、粉塵やって、恐竜か。こういう感じ？おお、でまた置き攻めしますよみたいな。 EX 勝利の性能気になるんだけど、こっから置き攻めできないのかな。さすがに無理か。マイナス20ってマイナス14。いや置き攻めできないか、さすがに。うん、ノーオーキー、アフター DP ノーオーキー。剣はまあまあ面白そうだな。